東武鉄道、東武鉄道株式会社、東武鉄道は、交通、流通、住宅、レジャーなどの関連会社からなる、東武グループの中核となる日本の企業である。略称は東武、東京証券取引所一部上場、日経225、日経平均株価の厚生銘柄、ネズ財閥の中核企業であり、不要グループ、融資系列では、 水穂グループを構成する企業の一つでもある。本社は東京都墨田区押上2丁目に所在。東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県の1都4県に総営業キロ数463.3キロメートルに及ぶ鉄道路線を有する大手施設である。営業キロ数は2018年現在 JR を除く日本の鉄道では 近畿日本鉄道 501.1km に次いで第2位関東地方では最長である。路線は伊勢崎線、東武スカイツリーライン、日光線や野田線、東武アーバンパークラインを軸とした本線と東上本線、小越線からなる東上線の2つの路線群に分けられる。東部の名称は武蔵国の東部に由来する。創立は 大手私鉄の中では一番古い。また明治期に発足した私鉄のうち、創立以来社名を一度も変更せずに、存続しているのは、東武鉄道と大見鉄道、島原鉄道の三社のみである。社門は1897年、明治30年の創立以来のものを使用しており、車輪を模した円に図案化した、東武の東を加えて鉄道による、奉仕の意思を表現している。 社門に代わるロゴは時代によって様々なものが考案、使用されてきたが、グループ会社間で統一されていなかった。そのため、東京スカイツリー建設による沿線地域の開発決定を機に、イメージの刷新を兼ねて、グループ統一ロゴが制作されることになった。社内部門や協力会社との検討によって1500種の案から選定された、現在のロゴは2011年。 平成23年7月から使用を開始している。T を中心に四方に伸びるラインには、高く伸びる東京スカイツリー、会社が周囲に提供する安全、安心、快適さ、期待感、地域ニーズの収集及び発信という意味が込められている。またロゴの青色は、フューチャーブルーと命名され、東部グループの信頼性、包括力、期待感を表している。開発には、 突般印刷が関わった。現在の東武鉄道の路線は、大きく本線、伊勢崎線、日光線の打線他と東上線、東上本線、小瀬線,線とに二分できる。なお、両線の間は、自車線では結ばれていないが、車両の転属及び東上線車両の南栗橋工場入り出場は、秩父鉄道、より羽入間を利用して行われている。改時には、 七部 ATS 搭載の8000系電車、森林公園研修区南栗橋、車両管区所属の 850F が先頭に連結される。遠隔で、記載のように、東場鉄道、東場本線を合併したほか、第二次世界大戦中の陸上交通事業、調整法により、総武鉄道、野田線や下付電気鉄道、絹川線など、 周辺の小規模な鉄道会社をいつか合併した経緯がある。東条鉄道との合併は、東武鉄道の歴史上唯一の対等合併であり、社内外の調整が難航した。結果的に、東武本社とは別に、東京、西池袋に東条線を管轄する東条業務部が設置され、本線とは列車種別や運行体制が異なるなど、独立色が強くなっている。 前述周辺私鉄を合併した戦後の最盛期には総延長 591.6km もの路線を有していたその後ローカル線の廃止を早く進めたこともあって JR を除く日本の私鉄1位の路線もを要する近畿日本鉄道鉄と2位の名古屋鉄道名鉄に次ぐ第3位という状況が長く続いたが1990年代後半より名鉄で ローカル線の廃止が相次ぎ、2005年4月1日に名鉄と東部で順位が入れ替わり、近鉄に次いで2位となった。1997年に藍沢線を廃止して、以降の保有路線総延長は 463.3km で、近鉄、名鉄と同様に 400km 以上の路線網を、要する日本の大手私鉄の一つとなっている。 1984年まで多くの貨物列車がほぼ全線にわたって運行され、貨物駅も、起点側都内の成平橋、現、東京スカイズリー、千住、現在の牛田北、千住間にあった千住分岐点からの分岐先に所在、はじめ各地に存在し、北千住、久喜、伊勢崎駅などで貨物の連絡運輸が行われていた。その後は大幅に縮小しながらも大手市鉄では、 最後まで貨物列車が運行されていたが、末期の貨物列車運行区間であった伊勢崎線北部、佐野線でも2003年9月30日限りで貨物営業が廃止された貨物列車の運行自体は廃止日以前に終了している。施設面では明治時代、大正時代に蒸気機関車牽引列車主体で営業を開始した路線が多く、いわゆる国鉄式のホーム配置など、 旧国鉄と共通する駅構造を持った駅が多かった。これらの構造は、1980年代以降の高架化や複々線化など近代化の過程でほとんどが姿を消したが、現在でも春日カ駅や伊勢崎線北部、日光線などにその構造が残っている駅がある。また、旅客営業規則についても、1997年3月24日まで、 本線系統の有料特急、急行列車に定期乗車券では利用できないなど、国鉄の規定にほぼ準じていた。このかつての施設面や営業規則から一部ではミニ国鉄と揶揄されたこともある。東部の鉄道路線のトンネルは、押上駅付近の地下線の入り口を除けば、日光線の明神市も、 今一間の十国坂トンネル一箇所のみで、それも全長40メートルと非常に短い。これは、大手私鉄では、トンネル区間のない西日本鉄道に次ぐ少なさ、短さである。関東地方の大手私鉄で唯一、半世紀以上も、路線延伸が一度もない。ただし、西板線、大地線、熊谷線などの延伸計画があったが、財政難などの理由で頓挫している。 以下で、左端のマーク、A 字は、駅ナンバリングで使われる記号。東武鉄道では、古くから、日光線、絹川線系統では、観光列車として、伊勢崎線系統では、ビジネス列車として、特急、急行などの優等列車を走らせていた。特急料金だけでなく、急行料金が存在した。特急については、本線では、有料列車なのに対し、 東上線では、料金不要の速達列車、JR でいう、快速列車の一種で、特別快速に相当大となっていたが、2008年6月14日のダイヤ改正時に東上線特急は廃止され、代わりに快速急行が新設された。急行については、本線では2006年3月18日のダイヤ改正時に従来、 急行として運行されていた列車が特急に統合され、急行は他の大手施設や東上線と同様の料金不要種別となった。従来から運転されていた快速の種別名称は変更されなかったため、東大や改正以降、快速は急行の上位種別となった。2013年3月16日の大や改正時に、東上線にも快速が新設されたが、本線と同様、 快速は急行の上位種別となった。2017年4月21日のダイヤ改正より、東武鉄道では26年ぶりの新型特急車用、リバティによる特急が運行されることとなった。このうち、アーバンパークライナーは、本線と野田線を直通して運される。2017年4月21日ダイヤ改正時点で、下記の有料優等列車を運行している。上のうち、 リバティケゴンの下体毎地東部日光館内、リバティキヌとリバティ合図のキヌ川線、野岸鉄道合図ヌ川線、合図線内、下今市合図田島間相互利用に限り、座席の指定を受けない場合は、特急料金が不要となる。また、下り、スカイツリーライナーの宣言台カスカベ間、アーバンパークライナーの内浅草発の宣言台大宮、野田市間、大宮発のカスカベ、 運河間は特急料金が不要となる。年末年始の終夜運転を除く JR、JR から経営分離した第三セクター鉄道も含む以外では珍しい夜行列車である。2006年3月18日のダイヤ改正より日光線と JR 宇都宮線の接続駅である栗橋駅に連絡線を設け、 東日本旅客鉄道、JR 東日本新宿駅東部日光駅、絹川温泉駅間を結ぶ下記の特急列車の直通運が開始された。新宿駅からの経路は JR 山手貨物線、宇都宮線、東北本線栗橋駅、運転停車東部日光線絹川線である。なお、池袋駅で搭乗線、大宮駅で野田線と接続することから、時刻表、 発車案内、停車駅案内図において、JR の駅名を、JR 池袋など頭に、JR を関して案内している。JR 東日本線内で事故などの運転トラブルが生じた場合は、南栗橋止まり、栃木始発等の措置が取られる。また、2006年の運転開始当初の JR 側の、重道車両は485系及び189系、で、 485系が定期検査で使用できない際に第1予備の東部100系または第2予備の189系、あやのが代走していた。2011年の JR 東日本253系選番台投入後は JR 東日本253系選番台が2、編成あるため、第1予備を JR 東日本253系選番台、第2予備を 東武100系としている。下りの富士見の小川長官は、ライナー料金が不要となる。以下に本線と搭乗線で採用されている、無料優等種別名を記す。前述の通り、東武鉄道は、本線と搭乗線で、運行系統が大きく異なっており、無料優等列車で採用されている種別名も異なる。同一種別でも、運行時間帯、運転間隔等が異なる。 詳しくは、各路線の項目を参照のこと。他社から乗り入れてくる車両については、JR 東日本との総合直通運転列車の、不死のほか、伊勢崎線、日光線、鬼怒川線、東上線の各項目を参照のこと。本節では、100系以降の特急用車両と1万系以降の通勤系車両の不満方法について記述する。本線系統には、 長い間在巣型形車輪作成旋番、車両から台車や車輪を外さず、作成を行う旋番で、作業完了後すぐに営業運転が可能が、かすかべ研修区、玄南栗橋車両管区かすかべ支所の一台しかなく、南栗橋車両管区との二台体制になるまで、作成が追いつかない事態が続いていた。野田線車両の場合、奈良光台支所構内に、 作成旋盤がないため南栗橋区まで改装して作成している。大人普通旅客運賃、小児半額、波数は1円単位で切り捨て。2014年4月1日改定。2011年3月16日から1枚の定期券で2つのルートが利用できる2区間定期券の発売が開始される。池袋経由のパスも定期券で、東武東上線。 池袋和光市館と東京メトロ有楽町線、福都新線、池袋和光市館が利用できる。購入金額は、東武東上線浅香方面池袋間の定期運賃と東京メトロ和光市、東京メトロ東池袋、雑誌ヶ谷、新大塚方面の定期運賃の合算額となる。名称は、二刀流、二刀流。詳細は、以下の各項目を参照。 以下の企画乗車券は、東武トップツアーズ各店でのみ発売。東上線関係の企画乗車券は、東武東上本線周遊券を参照。2015年度は、駅情報、乗降人員企業情報より、それ以外は、関東交通広告協議会、東京都統計年間、埼玉県統計年間、千葉県統計年間より、は、 ウランの上空人員と比較して、増、減を表す。本線系統は、北千住駅が、東上線系統は、池袋駅が突出して、上空人員が多く、この二駅が、東武鉄道のメインターミナルである。また、本線系統は、北千住駅と押上駅で、東上線系統は、和光市駅で、東京メトロ線に、相互直通運転を行っており、 それぞれ都心方面の利便性と上調性を確保している。本線系統の始発駅である浅草駅は1990年代前半に1日平均乗降人員が10万人を超えていた時期があった。当時は北千住駅が構造上の理由でラッシュ時に乗り換え客で飽和状態になり、その対策として浅草経由の迂回定期が発行されていた時代であり、 下りの特急列車も北千住駅を全列車が通過していた。1997年に北千住駅の改良工事が完了すると特急列車が北千住駅に全列車停車するようになり、迂回定期も廃止された。さらに2003年に半蔵門線との直通運転を開始したことでバイパス路線が充実し、乗降人員はピーク時の半分以下まで減少している。 一方、浅草駅の隣駅である東京スカイツリー駅は半蔵門線との直通運転開始を機に乗降人員が大幅に増加し東京スカイツリーが開業した2012年度に1日平均乗降人員が10万人を超えた上位20位の中で大半を占めるのは東京都と埼玉県に所在する駅である武蔵野線と接続する浅香台駅 新越谷駅は両駅とも1日平均上行人員が15万人前後であり、ここ10年は増加傾向が続いている。また、四季駅は、他路線と接続しない、単独駅でありながら1日平均上行人員が10万人を超えている。竹の塚駅は2007年度まで上行人員が8万人を超えていたが、日暮里、舎人ライナーの開業を機に上行人員が減少した。 野田線は JR 線と接続する大宮駅、柏駅、船橋駅で1日平均乗降人員がそれぞれ10万人を超えている。このうち柏駅は2004年度まで1日平均乗降人員が16万人を超えていたが、つくばエクスプレス線の開業を機に乗降人員が減少した。また、群馬県と栃木県の駅で1日平均乗降人員が1万人を 超えているのは、大田駅、館林駅、栃木駅の3駅であり、年度によっては、東武宇都宮駅も該当する。1990年代後半までは、足利市駅も1日平均上行人員が1万人を超えていたが、減少傾向が続き、現在は6000人程度である。有価証券報告書によれば、労働組合の状況は、以下の通り、他、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。